楽になりました。はい、はい、よかったです。高さとか見ていきますね。今まっすぐになってますね。さっきよりスーッといきます。高さも揃ってますね。ここで同じところでピタッとくるの分かります？さっきのだとここら辺でもう右が当たる感じだ、はい、そこは風になってたのでなんですけど、今だとここがちょっと揃ってまして、時にここがすぐまっすぐですね。さっきだとこういう感じだったんですけど、今まっすぐでつきますね。ちょっとね、右行ったり左行ったりとかゆらゆらしてる感じがありますね。本当ですか？ね、この辺ちょっと左に行って、こっちでは右に行って、でまた真ん中に戻るみたいな感じで、ね、腸骨のところが右の方が高くなってるんですね、はい、右の方がこういう違いがあって、自然にするとこう少し乗る感じになるので、やっぱりこう右が上がっている、右の方が短いっていう状態ですね。揺らしたことで整ってます。痛かったり苦しかったりあったり言ってくださいね。はい、痛そうな感じがしますね。やっぱ痛いですかね。どうですか？そう、なんか、はい、特には、はい、ないですけど、はい、いやなんか気持ちいいなと思って。気持ちいいです、はい、あ、よかったです。寝そうです。あ、寝そうです。はい、寝たらごめんなさい。あ、いいですよ、寝ちゃっても。はい、多分結構やっぱり痛いとかが出るほどになってるってことは、はい、お体が緊張状態なんですよ、はい、なので自分では力入れてないつもりでも、はい、力が入っちゃったりしてて、あ、疲れ、まあ、それもあってなんか疲れが抜けないとか悪循環になりやすくて、お尻をしてきますね、はい、きつくないですか？はい、はい、ちょっと響きますよね。そうですね、はあ、聞いてる気がします、はあ、苦手な感じではないですか？はい、はい、大丈夫だったら体重を教えてもらってもいいですか？体重ですか？はい、あ、あんまり言いたくないですか？確か最後に測ったのが、はい、55キロだったかな。あ、でも、はい、あ、思ったよりありますね。なんかかなり痩せてるなと思って、はい、でも背も結構高いですもんね。背は75です。あ、じゃあやっぱりかなり痩せ型ですよね、はい、それで55だと。腰はどの辺が痛くなりました？最近の腰が痛いなっていうのは。ですね、さっき、はい、揺らす時に合わせてた、高い低いの分かるじゃないですか。あ、はいはい、この辺り、はい、はいはいはい、本当にその辺りです。あ、そうなんですね、はい、なるほど。
この辺って感じですか、真ん中からこう均等に、ね、はい、さっきの一番序盤の、うんうんうん、あの背筋が曲がっているはい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 、あのちょっと自覚があって、あ、はい、意識してまっすぐすると、はい、あのすごい腰に、はい、なんかグッとくるものがあるんですグッとくるものがはいはいはいが分かるようななんかもうグッて感じなんですね、はい、はい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 、まあ要はそのまっすぐにするのがときついというか、そうですね、はい、結構思ったのはかなり足が張ってるんですよね、はい、立ってることが多かったりとかなんですかね、多いですね、今日もあの、はい、リハーサルがあったんですよ、あ、はいはいはい、とか基本的に立ってることが多いんで、あ、はい、むくみがちなのもありますね、今こう押さえて痛くないですか？はい、気持ちいいです。はい。野球はもう全然やらないんですか？もうやってないですね。やりたくなりますか？なります、なります。ああ、そうですよね、はい、高校野球が始まってするじゃないですか、あの時とかにすごいなんか、はいはい、こう言いようのない気持ちになる野球熱が結構真剣に目指してたんですよ。あ、そうなんですね、はい、へえ。でもあの丸刈りにするのが嫌で逃げちゃってそこが、あ、でもあれそうですよね、別にいいじゃんと思いますよね丸刈りしなくてもっていう、あんまり長すぎたらねちょっと邪魔とかあるかもしれないけど、はい、別に丸刈りってやりすぎですよねちょっと確かにあれは抵抗がありますよね、はい、じゃあ中学まではずっと短く、いや中学の時もあんまり短くしない、はい、しないかしろって言われてました、言われてましたねなるほど、はい、だからなんかあんまり真剣に目指してたとか言えないですよね我慢してる人いっぱいいますからね、あ、確かにね自分の心情を曲げてもやっぱりルールに、ね、従ってっていう、はい、